扉開けるので手だけ出さないようにね、ご注意ください。こっち女の子ですね、ポジティブということで、で笛が鳴ったらご飯が出てくるよっていうトレーニングになりますね。マヌルネコ触れない動物なので、こうやって間接的にスティックしてます。バリバリ骨ごと食べちゃいます。